こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介はとペンテルのオレンズメタルグリップの限定色になります。とこちらは先日スマッシュの限定色を買いにイオンに行った時に売ってたので購入してみました。とこちらがピンク軸ですね。それとこちらがゴールド軸になります。まあ裏にはまたオレンジの気候が書いてあったり、まあ限定色っていうふうには入っていますね。でまあこの2色だけ売ってたんですけれど、まあもともとペンテルのオレンズのメタルグリップは何色か持ってるんですけれど、ちょっと珍しかったので購入してみました。まあゴールド軸はちょっと光沢のあるゴールドにシルバーでプリントされているので、よくちょっと見えないですね。で 0.3 ミリという表記だけは若干見えるかな。で裏にはまたこの、まあ通常は剥がして使うんでしょうけど、芯を出さないでくださいというふうに、これはまあ安いシリーズから全部入ってる文言になります。でこのピンクもなんか最初見た時ちょっと小豆ゴールドみたいな感じでちょっとええなと思ったんですけど、外に出したら方がかっこよく見えますね。パッケージ越しやとちょっとなんか小豆っぽい色やったんで。でこちらもこちらちょっとゴールドのプリントになってるのかな。ピンクベースにゴールドのプリントでオレンズという風に入ってます。 0.3 っていう表記と、これもなかなかお安く購入できました。と先ほどイオンで購入した件に関してはスマッシュの時にも報告させてもらってたんですけれど、これも通常1000円からディスカウントで800いくらで売ってたのからさらに120円ぐらい引いてたんで、例の春の新学期キャンペーンみたいなのやっててお安く購入できました。とまた限定品に限らずいろんな商品紹介していきたいなと思ってますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。